よう、久しぶりじゃねえか。聞いたぜ。いろんな峠で派手にやってるみてえだな。北関東じゃ、お前の名前を知らない走り屋はもういねえだろうな。ってことはあれか。今のお前を倒せば、俺の名前も知れ渡るってことか。随分と美味しい獲物になって帰ってきてくれたじゃねえかよ。ナイトキッズのここんとこ、不運なバトルが続いてたからな。ここで俺がお前を倒して、チームの雰囲気盛り上げてやらねえとな。俺もあの頃とは一味違うぜ。ナイトキッズはもう寄せ集まった柄の悪いだけのチームじゃない。地元チームのプライドにかけて、この間の借りを返させてもらうぜ。庄司慎吾だろ。そんなもんかよ。国疲れたって抜かせなきゃいいんだよ。スピード勝負なら俺は負けねえ。だけじゃ俺は満足しねえんだ。情けないくらい不安だ。ただ勝つだけじゃ俺は満足しねえんだよ。食いつかれたって抜かせなきゃいけない。これ以上は詰め込めない。ギリギリで走っていたのに。くそ、信じられないぜ。これが成長したこいつの実力なのか。地元の俺が子供扱いだよ。